抵抗ペンギン。不登校になるとどうなるのか。今日も学校か。なんかだるいし行きたくないな。もしもし。あ、ペンギン、なんか今日だるいから僕学校休むね。そうか、お大事にな。じゃ休むって先生に言っといて。自分で言え。よし、ママに連絡してもらったし、これで堂々とサボれるぞ。じゃあ早速動画でも見よーっと。あ、この YouTuber って勉強系の動画も出してるんだ。授業代わりにちょっと見てみようかな。あー面白かった。なんか学校の授業より分かりやすかったし、いいかも。他にも教育系の動画でいっぱいあるし、これなら別に学校行って勉強しなくてもいいよね。不登校1週間後。えん、最近ずっとパンダが休んでるか何か聞いてないか。知らない。なら聞きに行ってこい。無理に聞かない方がいいんじゃないか。何か事情があるのかもしれないし。かあ、お前は白状だな。この人なしが通りだからな。つべこべ言わないで聞きに行ってこい。クラスから不登校が出たら俺の体裁が悪くなるだろうが。教育者のクズめ。ということがあってな、体調不良だったのか。ああ普通にサボってただけ。お前はそういうやつだよな。勉強の遅れ。不登校はいいよ。毎日好きな時間に起きれるし、動画も見放題で最高。でも不登校になると勉強が遅れて困るだろ。そんなことないよ。今教育系 YouTuber がたくさんいるから授業に出なくても勉強できるし。確かに最近は元教師や講師の動画を見て勉強するやつもいるらしいな。そうそう、だから勉強できないってわけじゃないんだよ。ちなみにお前は今日勉強したのか。寝たふりすな。自分のペース。今日はチートデイだから勉強しなくていいな。チートデイの使い方間違ってるぞ。とにかく不登校だと自分のペースで勉強できるんだよ。確かに学校だとあらかじめ教科が決められてるからな。今日は数学じゃなくて英語やりたいなって思ったらできるし、部屋ではかどらないから公園とかカフェとか好きな場所でできるしね。ストレスなく学べるというわけか。ちゃんとやればな。あー何も空港はない。学校以外の学び場。まあ僕はなんだかんだ一人でもできるからいいけど、一人じゃ勉強できないって場合はフリースクールとかでも学べるよ。フリースクールは個人個人に合わせてカリキュラムを組んでくれるみたいだしな。集団で勉強するのが難しかったり、異性の子がいると緊張するとか、それぞれに合わせてくれるしね。学校の人との関わりを持たずに勉強したい人にはいいな。俺も行こうかな。もしかしてペンギン、今の学校行くの嫌なの？嫌というわけではないが、お前や上司先生がめんどくさい。原因僕なの？それにフリースクールは地域の小学校とか中学校とも連携を取ってる場合が多いから、小学生や中学生は登校扱いになるとこもあるらしいしな。他にもサポート校や通信制の高校もあるよね。サポート校は学習塾とか予備校と提携したりしてて、勉強面でのサポートが手厚いんだ。それは助かるな。部活も勉強もうまくいって彼女もできるや。新ゼミ。通信制の高校は基本的に自宅学習で必要に応じて登校するって感じだね。カリキュラムも自分で組めるから、バイトしたり大学受験の勉強もできるよ。それは魅力的だが、自分で何でも決められる分、ちゃんと続けていけるか不安もあるな。通信制は自分で勉強するって気持ちが大事だからね。でも頑張って卒業したら高校卒業資格がもらえるよ。なるほど、それにしてもよく知ってたな。学校サボっても困らないようにいろいろ調べたからね。サボるための努力すごいな。高卒認定試験。他にも高卒認定試験に合格すれば高校卒業者と同じ学力があるって認められるよ。合格すれば大学や短大、専門学校の受験資格が得られるしな。合格さえできればいいから、人によっては短期間で取得できるんだ。学校へ通う学費もかからないから、費用がぐっと抑えられるのも魅力だね。その分パチンコにつぎ込めるよ。メリットの例にギャンブルあげるの。ただ高卒認定は学力が高卒と同程度って認めるものだから、最終学歴は中卒になるよ。なるほどな。まあでもその後に専門や大学に行けば最終学歴も変わるし、そこまで気にする必要はないかもな。最終学歴は大卒や専門学校卒になるからね。でお前はこれからどうするつもりなんだ。大人になるまで遊ぼう。今まで話聞いた意味を。だって僕天才だし、動画見ただけで微分積分もマスターしたしね。まお前がそれでいいならいいんじゃないか。ということで、これからも学校サボるから先生に言っといてよ。だから自分で言え。そうして僕は不登校ライフを満喫し、とうとう大人になった。やっぱ僕って天才だな。高卒認定にも合格したし、そろそろ就活しよっかな。僕ならどこでも余裕でしよう。パンダ。ペンギン、久しぶりじゃん。ずっと不登校だったから心配していたが、杞憂だったみたいだな。当たり前じゃん。学校行かなかったくらいで人生積んだりしないよ。お前は変わらないな。ペンギンも面接？いや、俺はもうここで働いてるんだ。じゃあ内定決まったら僕の仕事ペンギンにやってもらおうっと。もしよかったら内定通知破り捨てる。次パンダさん、お入りください。じゃあ行ってくるね。それでは面接を始めていきます。はーい。はーいって。面接は元気よく挨拶するのが基本ですよね。
なるほど。中学校を卒業してから随分期間が空いていますが、何か理由があったんですか？高校からずっと不登校してました。そうなんですか。理由を聞いてます。サボじゃなくて、僕はポテンシャルがあったので。具体的にはどういうところですか？サボる才能です。今回の採用は見送ります。さようなら。嘘でしょ。なんで僕が不合格なんだよ。見る目ないな。まあいいや、会社は他にもあるしね。でもどこの面接を受けても不合格だった。そしてどの会社でも必ず不登校だった時のことを尋ねられた。高校からずっと不登校なんだね。うちで働くのはちょっと難しいかもね。そんな、ちょっと学校に行ってないだけなのにどうして無理だって決めつけるんだよ。パンダ。ペンギン。どうした、何かあったか？不登校ってそんなに悪いことなの？人にはそれぞれ理由があるから、俺は悪いことだとは思わない。だが世の中の人全員がそうじゃない。決めた。僕不登校ってだけで無理とか言われる今の社会を変えたい。そのために僕は変わるよ。日本には様々な理由で不登校になる人がたくさんいます。その理由に目を向けず、ただ不登校だったというだけで社会からつまはじきにされます。でも僕はそんな現状を変えたい。不登校でも社会に認められる世界を。みんな諦めないで一緒に頑張ろう。お前はただ学校サボっただけだろ。てめえら。ペンギンって入社時の面接官が上司だったよね。圧迫面接じゃなかった？まあな。なんでこんなところ入っちゃったの？次回圧迫面接に反撃してみた。面接会場がすし詰めで出られなかったから。そういう意味の圧迫？ブラック企業家。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。ペンギンこの仕事よろしく。いやだ。頼むよ。断る。ちょっとだけ。無理。お願い。帰れ。はい、もう渡しました。腹のパンダか。